天気じゃん。彼の名前は山崎さん。やり投げでパラリンピックを目指している。これ投げんの？そんな彼の友達が同じ大学でやり投げをしている谷場さん。2人を見ていると羨ましいほど仲がいい。でも谷場さんは山崎さんに、指ちぎれそうなんやけど、いや無理。何について話そうか。小学校とかさ、中学校とかさ、その右手の障害とかさあってさ、なんか困ったこととかあった？今までさ、なんかあんま聞きにくかったなっていうか、聞いてよかったんかなと思ってて。ああ、全然よかったね。なかなか聞けんくて。むしろ聞いてもらった方が、まあ別にいいかな。割り切って喋れる。うん、普通に喋りやすい。そう。障害って言葉を否定的に見る人もいれば、別にそうじゃない人もいる。それも人それぞれなんだよね。これあまり傷つけちゃいそうで言わない方が良かったかなとか、やっぱ結構あると思うんだけど。そんな気にすることじゃない。気にすることじゃない。なんかそういう話が今日ちょこっとできて、なんか新鮮やったし。やっぱそのやり投げのその練習のこともそうだし、一緒に夢中になれる時間を過ごそう。東京2020パラリンピック聖火リレー。